あの時すげえ額をもらってたみたいですね。やっぱ特番とかで1本1000万とか2000万とかもらってたんで、やっぱテレビのね企画ですからね。あなた運がいいんだって。時事問題ではないですが、8月28日配信の夜な夜な生配信ひろゆきとで、カンニング高山さんと対談で38分34秒霊能力者はいるのかの質問に答えていて、バッサリぶった切る2人の話が面白かったです。幽霊ですね多分、霊が抜けてるんでしょうね。幽霊という人も言いたいけど、いるならばはっきり出てこいと言っていて確かにと思いました。皆さんもぜひ。ああなるほどね。まあこれ、まあ、当たり前のことなんですけどね。本当は商売やってるやつが霊能者とかですね、そういうので食ってるやつが霊がどうこう霊がどうこう言ってるやつで、もうみんなあのいい大人なんですから、見たことないものをですねいるとかいうのはもうちょっとお頭がお悪いって感じですね。僕からしますと、出てですねきっちり証明をしてか言えと。そう、霊がいるとかどうこう言うんだったらですね、おぼちゃんもスタップ細胞でこんな叩かれてないので、スタップ細胞を証明できんかったからもうえらい叩かれたじゃないですか。一緒ですよ。スタップ細胞ありますって言ってんと霊ありますって言って一緒なんで、まずもう証明できないとですね、あるって言ったらダメなんですよ。もうそれだけの話です。簡単な話ですよ。その悪魔の証明とかはもう全くそれはもう単なる言い訳に過ぎないんで、ストレスで幽霊見るっていうんじゃなくてですね、それ幻覚なんですよ。だから確かにいつも言いますけども、人間なんで幻覚とか錯覚とか、あとまあ薬物してる人とかはいろいろそう見るんですけども、はい、だからその、なんか見るのいいですよ。あと人影とかね、あと機体の蒸発とか、あとペッパーズゴーストですかね、光の反射とかで、まあ、何かそういうのを見るのはいいですよ。見たものを霊という確定を証明をしないとダメですよね。はい、だって何かわからないですもん。なんか人間のようなものが見えてもですね、なんかその光の映り込みとかですね、誰かがあの外通ってた、はい、とか、しかも幻覚とかですね、はい、そんなんがあるので、まず証明してからの話です。そう、妖怪と宇宙人もそうですよね。なんかまず証明してからの話ですよ。チュパカブラだろうが、何でしたっけ、あの蛇みたいなので土の子、はい、土の子であろうがネッシーであろうがね、まあ、何でもいいんですけども、とにかくね、まず証明をしろと、もうそれだけの話ですよ。みんなあのおぼかたさんのあの無様な姿を見たじゃないですか。あれと一緒ですよ。なんで霊だけ許されてね、じゃあもう おぼちゃんも許してあげてくださいよ。みんな他のねクズみたいな YouTuber がですね、なんか霊と喋ってるとか言ってんのわーすごいとか、神田沙也加ちゃんとかですね、旭川のいじめられた女の子をですね、はい、高齢術で下ろしてきましたって言ってですね、わあありがとうございますって、女の子も感謝してると思いますって言うんだったらですね、じゃあもうおぼちゃんも許してやれと。むしろおぼちゃんの方がですね、早稲田行ってハーバードとかも行ってるんで、そのよくわからん霊がいるっていう YouTuber よりもおぼちゃんの方が多分ね100倍ぐらいまともなんですよ。言うてもその実際に早稲田とか、ハーバードとか行ってるのはね、ハーバード途中で留学してますよね、おぼちゃんね。そう、あんでおぼちゃんの方がゴミみたいなあの霊媒師 YouTuber よりももう100倍も1000倍もあの優秀なんですよ。ハーバードに途中でおぼちゃんは確かあの留学みたいにしてますね。だからもうそう、ゴミみたいな霊媒師 YouTuber を信じるんだったらですね、おぼちゃんをまずでもあのおぼちゃんだけ詰められるわけですよ。スタップ細胞があるのかあるのかと。いや、イタコとかね、よくわからん、イタコユタ、タトゥー入れた霊能者の YouTuber を信じんのに、おぼちゃんはやたら詰められるというね、かわいそうに。しかもおぼちゃんの方はですね、まあ、あの人の 役に立つことですよね、スタップ細胞とか、そういうのを頑張ってですね、研究しているのに、もう霊とかね、守護霊だの、自爆霊だの、それがあったから見えたから何があんねんと、人間の役に立つのかと、はい、どうせよくわからんゴミみたいなパワーストーンとかですね、遠隔除霊とか、霊感商法で金にするだけなんで、だからもう要するにそういうことですよ。ひろゆきと竹山さんとかも普通のこと言ってるだけなんですよ。マジで普通のこと、僕言ってるのもめっちゃ普通のことですからね。
何もなんていうんですか、気をてらったこととかすげえあこの人誰も言わんような意見言ってるなっていう感じじゃないんで、まあ普通のことですよ、いるなら証明してっていう、っていうか証明してからね言ってっていう話ですよ。だからむっちゃ普通のこと言ってるんですよ。僕もねすごいとか言われることはないんですよ、ポストは赤いとか、はい、牛乳白いとか、はい、キリンさんの首は長いとか象の鼻は長いという全く一緒のことなんですよ。何一つね僕しか言えないような意見とか言ってないんで、例例例、みんな言いますよね。あのよくわからん YouTuber みんな言いますよね。そこに幽霊がいるとか例と喋るとか言うんだったら、まずはまあはい、証明してからでいいです。まあそれだけの話ですね。はい、ということで奈良さんありがとうございます。まあひろゆきさんと竹山さんも当たり前のことを言ってるわけでございます、もうみんな大人なんでね、ああいうのに騙されないようにしてください。これもう僕がチャンネルをやってる限りですね、もう毎回言いますけども、そういうゴミみたいなのに、はい、騙されないようにしてください。かっこ悪いですよ、かっこ悪い。ああいうのに騙されてパワーストーン買ってたりとかですね、地球系スピーチャルですかに、騙されて石買ってですね、そういうのを体の中に入れてたりとか、5万とか10万払ってですね、遠隔条例とかしてもらってたらですね、僕から言うことは一つです。カッコ悪い。AC の CM のね、前園も言ってくれますよ。はい。カッコ悪いよって言ってくれますよ。いや、ああいう YouTuber と対決しても一緒なんですよ。もう、あいつらは見えてるって言うだけですよ。あいつらも言うこと一緒なの。僕何回ももうそんな YouTuber の前に、そうやつをもう何十人と対決っていうか、やっつけてきましたから、あいつら言うことも一緒なんですよ。それ一点張りですよ。見えてるとか全員一緒なんでディベートができないんですよ、マジで。アホすぎるとですね、こういう風に討論とかができないんですよ。そう、あいつらです、あいつら。僕ほん何回も言ってるんで。ツイッターフォローしてね。弁護士の北村春夫先生が YouTube で統一教会について何本も動画を出しておられます。あ、そうなんですね。北村先生も YouTube やってるんですね。良識のある大人が霊感商法について正しい見解を示すことが大事ですね。 YouTuber 同士でつながって霊感商法を撲滅キャンペーンができるといいですね。プレゼントはもうたくさんいただいたので辞退させてください。先生いつもありがとう。はい、藤子ちゃんさんありがとうございます。いつもありがとうございます。北村春夫先生もね、正直僕とかですねの話分かってくれるのって弁護士とかマジシャンとか科学者は僕の話分かってくれるんですよ。んでこうやっぱすいません、アキスさんありがとうございます。就職して初めてお給料入れました。少しですお過ごししたいと思います。霊媒師とかノーノーと生きてるなら IT 業界で少し働いている自分はまともなかと思いました。アキスさんありがとうございます。ありがとうございます。初めてのお給料でプレミアムコメント ありがとうございますありがとうございます。すいません、ありがとうございます。そうです、そうです、IT 業界で働いて偉いですよ、ほんまに。霊媒師とかノーノーとね、ここから遠隔条例とか言って11万とかですね、10万、5万とか取ったりとかするんで、ああいうやつまともに働いてないですからね、霊感商法やってるやつってね、本当に詐欺なんで、北村春夫先生以来、なんか本当にね、僕の活動とかですね、この霊感商法を倒す活動とか、そう、弁護士、マジシャン、科学者とか分かってくれるんですよ。でも一部のアホの人がですね、守護霊つけてもらったとか、はい、なんバカかと、本当にバカかと思うんですよね。だって何もされてないのにお金払ってるわけですよ。そのジェスチャーになんか見えないものをつけられたというね、それでなんか5万とか払うわけですよ。だからね、もうそういうの厳しいっすよね。で喜んでるわけですから、その行為って5万下げられただけなんですよ。なかなかないと思いません、5万下げられて喜んでんの。そうです、そうです、これ結構ありますよ、昔から。有名な西中島にそういう先生いたんで、その、なんです、ジェスチャーやら、みたいな感じ、ほんまこんなんですよ、オダムドみたいな感じで、みたいな感じで、なんか背中さすられて、守護霊つけてもらったって言ってね、それで、5万払ってきたみたいに言うんですよ。その人がやられたのは、その人が本日やられたのは5万下げられただけなんで、はい、5万円を下げられて喜んでるんですよ。はい、守護霊つけてもらったって、これでなんか事故とかに合いませんと。そうそう、だから裸の王様、マックさんの言う人に、裸の王様と一緒ですよ。
うん、クークーさんピアス、クークーさんピアス、はい。で、なんかあの、なんか付けられたとか言ってね、うん、喜んでましたよ。なんとか菩薩とか、うん、あ、そうなのみたいな感じで、うん、はい。織田無道は亡くなりましたよ。織田無道はソ連から亡くなりましたね。最後に心霊とかね、霊とか言ってたのは全部嘘だったって言って、織田無道、そこはね、僕は男だと思いますね。にゃんこ先生なんか病気や、織田無道病気だったんですよ。はい。だから最後にずっとね、生だら、トンネルズの生だらとかですね、なんかそういうのでやっていた心霊写真のコーナーとかやってたんですよ。ちょっとね、ジェネレーションギャップがあって知らない人多いかもしれませんけども、そういうのやってたんで、まあ、あれは完全にやらせでしたと、番組にやらせでしたと。あとなんかね、もらってた、ギャラの額とかも最後言ってたんで、そこら辺があの織田無道最後の最後でですね、ちょっと見直しましたね。まあ、あれはもうそういう番組のノリですよ。タカさんとね、なんかこうマカロンみたいに視聴者さんが写真をトンネルズの生だらいか先生のコーナーに送るんですよ。で、写真がボンってね、後ろのでっかいモニターに出るんですよ。じゃあなんかあのちょっとね、腕が透明になってたりとかですね、人の顔っぽいものがですね見えてたりとかするんで、その来てる観覧のお客さんがえーみたいな感じで、うん、みんな言うんですよ。なんかちょっと怖い。そうそうそう。で、マックスさんのようにタカさんが住職って言って言うんですよ。パターンですよね。うん、タカさんチェイクと一緒ですよ。住職って言うんですよ。ほんであの女の子が渋い声ですね、心霊写真ですみたいな感じで言うんですよね。はい、あのいやいやな、もうひどい一連の流れですよ。あの、でもね、面白かったですあの当時、うん、正直あの番組見ててね、うん、面白かった、面白かったです、うん、ちゃんと織田無道が分かってるんでね、はい。あの全部心霊写真ですみたいな感じでね言うんですよ、うん、そういう時代ですよ、うん、でも僕もあの面白いなと思って見てましたよ。生だら好きだったんでね、あのそういうの見てましたよ、うん。でもちゃんとね、そこら辺を織田無道氏はですね、死ぬ間際にあれは全部嘘でしたと。もちろん霊とかね、そのないし、心霊とかもないし、心霊写真とかもないしっていうのをあの最後の最後で言ったんでね、うん、あの時すげえ額をもらってたみたいですね。やっぱ特番とかで1本1000万とか2000万とかもらってたんで、やっぱテレビのね企画ですからね。だからまあそういう番組でしたね、うん。そうそうそう、ドリューエさんね、朝原翔子も出てましたからね、その事件を起こす前の、はい、うん、朝原翔子出てたんでね、僕いまだにあの覚えてますもん。最近動画見たとかじゃなくて、なんかあの秋吉久美子が好きだっていうねあの発言をしてましたよね。そのフェラーリとかね、なんか織田無道はすごい金があったんでね、うん、なんかあの寺をね、エンターテイメントの遊園地みたいなのにねしようと思って、なんかその霊媒ランドみたいなのを織田無道は作ろうとしてましたね。それでなんかうまくいかんかったみたいですけどね、なんか破産したみたいな、うん、そうそう、朝原翔子出てましたよ、生だら、うん、すごい番組でしたけどね、面白かったですけどね。あの木梨さんとあの田口監督がね組んで、あのまあまあ有名な選手とね、あの PK 対決とかね、ペレとか出てたんじゃないですかね。そう、すごいサッカー選手とあの PK 対決してたんで、うん、僕生なら結構好きでしたね。まあそうですね、予算がだいぶあったんでしょうね、あの時代はね。米森さんがね、あの初代に生だらってね、アシスタントが米森さんで、米森真美さんっていうですね、ちょっとどんどんマニアックな話になって申し訳ないですけども、あの当時ね、ドラっていうね、まあ、アナウンサーがアイドルになる初期の頃ですからね、永井美奈子さんと藪本さんと米森さんで、そのアナウンサーの3人でですね、まあそのアイドルユニットみたいなの組んでたんですよ。で、米森さんがですね、僕は結構ね、米森さん好きなアナウンサーだったんですけども、妊娠中毒症でしたっけね、なんか子供を出産した後すぐ亡くなったんですよね、米森さんが、うん、あれがちょっと僕ショックでしたね。いや、僕結構記憶力にはすごい自信があるので、そうね、可愛い、可愛くてね、それこそ面相がいい、表情がいい女性でしたね、米森さん、うん、そう、ショックでしたねあれね、うん。佐田岡出てました、佐田岡佐田岡出てたじゃないですか、あのね、あのカート対決ね、ゴーカート対決みたいなんでね、やってましたよね。で、佐田岡さんがね、なんかあのゴーカートで買ってね、シャンパンをね、振ってシャンパン飲もうとしてリバースしましたよね。佐田リバースってあの福沢アナに言われてましたよね、うん。
この番組面白かったですけどね。まあでも、あの、小田武道さんが、僕は最後の最後でね、あの、言ってくれたんで、よかったですね。と思います。だからまあ、このね、北村弁護士も YouTube でそんなやってくれてるんだったら、でもどんどんね、今ちょうど、あの、山上容疑者の事件からですね、霊感商法がちょっと叩く方向に行ってるので、今までね、僕戦ってた時ってですね、その見向きもされなかったんで、僕一人でやってるだけで、他の紀藤さんとかもね、統一教会と紀藤弁護士とかも戦ってたんでしょうけども、そのみんなは全然興味を持ってくれなかったんですよ、一般の人が。で、紀藤弁護士はそもそもですね、そのマインドコントロールっていうですね、本とかを出してまして、まあ霊感商法とかにね、引っかからないようにですね、そういう本とかも出版されてるわけですよ。こういう風に宗教とか誘ってきますとか、はい、こんな風にあの宗教勧誘してきますよっていう、そういう本をですね、紀藤さんは出されてるので、よかったら皆さんね、あの、勉強になるんでね、紀藤弁護士の、マインドコントロール、はい、そこら辺を読んでくれたらですね、どんどんこう霊とかがいないの分かってくるんで、だからそういう本とかですね、あとマジック勉強したりとかですね、はい、するとですね、霊とか、そういう超能力とか、遠隔除霊とかね、パワーストーンとかそういうの一切ないっていうのはよくわかるので、だから今までが、そう、エクスクラメーションさんのように、今までがもう甘々、霊感商法とかですね、やりたい放題やってくれっていう感じの日本だったんで、もうなかなか捕まらないし、恋愛運が上がるとか金運が上がるっていうのは、わかりにくいもんじゃないですか。はい。だからそこら辺がですね、もうアバウトにずっとやられてたんで、で、まあ、オメガヒーリングもそうですよ。1対11万とか取ってますね。もう普通、ガチガチの詐欺じゃないですか。1対11万ってことはですね、今いつも言います、5体ついてたら55万ですよ。一瞬のね、10分とか20分で、何もしないのに、人から55万取ってですね、詐欺で訴えられないわけですよ。そうそう、紀藤さんはね、そう、昔20年以上戦ってるんですけども、それみんなが知らないんですよ。僕も、細々ですね、そういうゴミみたいな霊感商法のやつと戦ってるだけで、YouTube とかをやらなかったらですね、皆さんにこういう話もしてなかったですし、ね、誰も見向きもしてくれなかったんですよ。ひたすら僕がですね、自分の相談者さんが、お金取られたのを取り戻しに行くというですね、はい、まあそういう活動をしてたんで、ほんと時代がね、ついに来たかと、いう感じですね。まあこっからもね、大変だと思いますよ。なかなかね、パワーストーンを売ってるやつとか、はい、とっちめていくのはですね、あとはもうその磁気ブレスレットとかも全部そうですよね。基本的にそういうふうになってくるんですよ。はい、柿戸さんあやす、鈴木 A としても統一教会で二重に戦って取材して本出しているので、ぜひ一応してください。ありがとうございます、柿戸さんあやす。そう、だから細かく戦ってる人はいるんですよ。はい、おっしゃる通りね、鈴木エイトさんだけじゃなくて、それこそ言うとですね、ジェームス・ランディさん、アメージング・ランディですね。まあ、ミスターマリックの師匠ですよ。まあ、マジック界のレジェンドマジシャンなんですけども、ジェームス・ランディさんとかは多分もっと前、20年よりもっと前から、そういう活動をしてるんですよね。その後ですね、リチャード・ワイズマンとかですね、そういう大学教授が。なんで、はい。そうそうそう、エクスクラメーションさん詳しいですね。アメージング・ラン、1億誰も受け取れるっていうのがですね、エクスクラメーションさんの書いてるですね、言葉はですね、ジェームス・ランディがですね、はい、チャレンジ企画をやってまして、アメリカ全土からですね、超能力者とか、霊能力者とか、そういうのを集めてですね、はい、ジェームス・ランディがですね、サイキックチャレンジと言いまして、ジェームス・ランディを騙せたら1億円やるっていう企画をずっとやってるんですよ。亡くなったんでね、その前までやってたんですけども、でも結局いろんなね、インチキの霊媒者とか、インチキの霊能力者とかですね、超能力者とか集まるんですけども、一回も誰一人としてですね、1億円を取れた人間いないんで、すべてジェームス・ランディに見抜かれるんですよ。なんかね、すごいね、マジシャンなめんなよってやつが来るんですよ。1億円欲しいから、例えばですね、見つめてるだけで、本、辞書をめくる。要するに、こう、自分の前にですね、英語の辞書みたいなのを置いて、はい。で、そう見つめてるだけで、ページがペラ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 めくれていくみたいなのやるんですけども、それ普通に鼻息ですからね、鼻息。ジェームス・ランディに、辞書と顔の間に、下敷きみたいに置かれるんですよ。はい。そんな、鼻息でね、
ページをめくってるんで、うん、もうマジシャンなめんなよっていうね、はい、うん、あとはですね磁石人間みたいなんでですね、はい、あの裸で上半身裸になってなんかスプーンとかねフォークとかを体にペタペタくっつけるんですよ、うん、だから自分はその磁力を発生できるから、はい、そういうね食器とかが体につくっていうんですけども、それもねベビーパウダー塗られるんですよ、うん、汗でスプーンとかをつけてるだけなんで、はい、あの赤ちゃんのなんていうんですか、お尻にパタパタ塗るやつあるじゃないですか、ベビーパウダー、そうそうそう、あれをそうそう体の汗でくっつけてるだけなんで、そうそう、あのテレビのびっくり人間に出てるじゃないですか、あれ単なる汗でくっつけてるだけなんですよ、磁石人間、そう、赤ちゃんの添加粉、そうそう添加粉、汗でつきますよ、皆さんやってみてください、はい、全然軽いスプーンだったら余裕でつきますよ。ジェームス・ランディにね、パタ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 添加粉をですね、上半身に塗られて、まあ、おしろいですよね。はい、んでもう何も、スプーンもフォークも何もつかないんですよ。つきます、汗でつきますよ。だから要するに、基本的に超能力とかないので、そういう、要するにそういうことですよ。はい、要するにそういうのが、アメージング・ランディの、まあ、サイキックチャレンジです。なんで、まあ、マジシャンからしたらですね、余裕なんですよ。うん、そこら辺のトリック、うん、ユリ・ゲラー、スプーン曲げユリ・ゲラーと戦ったもジェームス・ランディですからね、そういう超能力ってないので、あの全部要するに種があるんですよ。なんで、まあ、マジシャンはそういう、こうカルトとかですね、こういう霊感商法には引っかからないっていうのがですね、はい、当たり前なんで、まあ、まあ、ずっと昔からですね、そのジェームス・ランディはですね、まあ、アメリカとかのカルト教団が多いんで、はい、そういうのと、戦ってるわけですね。うん、それがサイコップという団体です。はい。まあ、結局ね、サイコップと、まあ、ジェームス・ランディもちょっと喧嘩してね、サイコップ辞めるんですけども、はい。でもそのサイコップという団体はですね、そういう風なものと戦ってます。日本はジャパンスケプティクスだったかな。大月教授が入ってる。はい。そういう、オカルトとかですね、そういうのと戦う団体があります。まあ、一応ね、昔からそういう団体は、あるにはあるんですけども、まあその皆さんがね注目してくれないんで、でも今回のやっぱこう山上容疑者のね安倍元首相銃撃事件っていうのはね日本に知れ渡ってるんで、はい、あの今回がもう最大のチャンスだと思いますね。霊媒師とか、ユタとかイタコとか霊能者とか言ってるやつを一掃するチャンスだと思いますね。なんでここを逃さないようにね、うん、僕らは戦っていかないとダメだと思いますね。そう、ビブーティーっていうね、まあ、サイババが出す、粉、灰ですよね。うん、あんなもん何ぼでも出せるんでね。うん、でもまあまあ、もっともっとどんどんね、どんどん動画とか出していってですね、まあ、北村先生とか、紀藤弁護士とかですね、まあ、そういう、あと他にね、もうちょっといろんな人出てきてほしいですね。ただこっちがそんなお金にならないんですよ。紀藤先生も北村先生も、僕もそうですけども、そういう、金儲けてやつを倒す方面なんで、はい、なかなかその現れないんですよ。でもその霊媒師系はですね、金と直結するんですよね、統一教会と一緒で。タトゥー入れてるあの霊能者とか名乗ったやつもなんかすぐパワーストーン売ってましたし、遠隔ヒーリング、遠隔条例みたいなのをですね、お金でやってますし、そっちはどんどん出てくるんですよ。はい、そっちは知識なくても嘘さえつければ誰でもできますから、うん、そっちはしかもね、すぐお金になるわけですよ。除霊しますって言ったら、ほんの、10分20分で11万円入るわけですよ。でも11万円って僕ら稼ぐの大変ですよね。あ、そっちはですね、どんどん出てくるんですよ。うん。でもこっち側は別にお金にもならないし、そういうやつを倒す方面なんで、なかなか出てこないんですよね。で、こっち側はそのお金にもならないんで、なかなかこうね、活動しててもお金がむしろ減っていくんでね。そうそう、減っていくので、うん、まあ、からくりがあるんでね。向こうはやればやるほどね、なんかファンが増えれば儲かってですね、はい、なんか物を売れたりとか、除霊とかね、頼む人、遠隔ヒーリングとか遠隔上に頼む人がいるんでね、そういうのを、でもまあ、今がずっと待ってたチャンスなんでね、やるしかないですね。うん、ここをやるしかない。はい。ミヤスノンキやるっきゃないとですね。はい、ということで、まあ、頑張っていきたいと思いますね。まあ、でも北村先生とか、はい、上げてくれてるんだったら、うん、徐々に増えるかもしれませんね。YouTube は非常にいいコンテンツだと思いますね。再生数だけ整ったらですね、
まあお金にはなりますからね。高須先生曲げてましたけども、高須先生のね、あの統一教会の動画とか200万再生超えてるんで、あれはそこそこ多分お金になったと思うんでね。 YouTuber ある意味霊媒師系のやつとかもですね、使ってますけども、こっちもこっちで使えるツールだと思うんで、ちょっと頑張ってね、行きたいですね。あとはほんまヒカキンレベルのね、言うても僕とかで、ね、多分北村先生もチャンネル登録数何人いるか分かんないですけども、基本まあ真面目に話をする方なんで、ヒカキンとかはじめ社長レベルのですね、人間が手伝ってくれるとですね、ちょっとありがたいかなと思いますね。本日のテーマのような話から悩み相談、疑問、質問、意見など何でもマカロンからお気軽にメッセージを送信してください。生配信はミルダムと占い師ケンケン TV 見逃し配信チャンネルというサブチャンネルをメインでやってます。キズ公開は詐欺師や霊感商法をしている悪人の情報を随時募集してます。 Twitter はチャンネル最新情報、 Instagram では火曜日に質問コーナーをストーリーでやってます。動画の高評価、チャンネル登録、各 SNS のフォローをよろしくお願いします。占い師ケンケン TV を見てトラストリテラシーを高め、一緒に運気を上げていきましょう。パワーストーンはただの石。ご視聴ありがとうございました。